世界初の関数電卓、HP-9100A 世界初のポケットダブル関数、電卓、HP-35HP-41CX と次期カードリーダーと関熱式プリンタ HP-28S ヒューレットパッカードの電卓は初期の機種から RPN 入力方式を採用していた。年に発売された h p a が ヒューレットパッカードの最初の電卓であった。世界初の関数電卓であり、プログラミングも可能であった。入力方式は3レベル RPN であった。1972年には HP-35 が発売された。HP-9100A が持ち運びを考慮されているサイズではなかったのと対照的に HP-35 は 147mm、81mm の サイズでポケットに入る世界初の関数電卓となった。HP-35 は入力方式に4レベル RPN を採用し、この方式は現在でも使われている。1987年に HP-28C が発売された。ヒューレットパッカード発のグラフ電卓、なおかつ最初の CAS 搭載電卓であった。 さらに HP-28C は、プログラミング言語として、フォースを元とした RPL を採用した。1990年代中頃になると、ヒューレットパッカードの電卓の販売は苦戦するようになり、新機種の発売数が少なくなった。例えば1993年に HP-48G と HP-48GX を発売したが、 次の機種 HP48G が出るまで約5年の間隔があった。1999年に発売された HP49G は粗末なグラフ電卓であった。当時としても処理速度の遅かった HP サターンセビを採用しており、キーもゴム製に変更された HP49G は一般受けするために RPN 入力方式に加えて、 他社の電卓に似たアルグ入力方式も採用していた。この時期、すでに電卓は低価格化が進んでおり、ヒューレット・パッカードは電卓の低価格化に適応できていなかった可能性がある。2001年にヒューレット・パッカードの電卓部門が閉鎖された。電卓部門の社員は大半が解雇され、それ以降の電卓の開発は台湾の金峰エレクトロニクスによって行われることになった。 2015年にヒューレットパッカードは HP インクとヒューレットパッカードエンタープライズに分割され、電卓事業は HP インクが引き継いでいる。ありがとうございます。